だけですかね、あの女。豚の貯金箱。届け出なしの貸し金はな、明らかな違法行為なんだよ。みんな欲望ってのはキリがないんだよ。3000万もってどうんだってよ。ヤツとは金の貸し借りだけでなく男女の関係もあったので。ありません。あんた3000万持ってるんだろ。私こう見えてすっごいんだから。長年の夢がもうじき叶う。この番組は P&G 積水ハウスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。いやー、美しいですな。お花上手に育てられたわね。ありがとうございます。こちらにお住まいになる。見晴らしのいい土地ですね。うちとは大違い。ご近所の。え、この先の猫の死体ほどのね。すぐ分かりますよ。周りにはまだ何も立ってませんから。私はゆくゆくはここに賃貸のアパートを建てるつもりで。あら、大家さん。家賃収入で悠々自適。羨ましい。それにしても見事なもんだ。私は枯らしてばかり、いつも主人に叱られてます。コツがあればぜひご伝授願いたい。コツって言っても特に。あ、やっぱり肥料ですかしらね。動物性の油がよく染み込んだものが一番かと。私は中堅精密機械メーカーの勤続30年のお局だった。二課の山口くんいる？あ、山口くん、業務課の上浜です。ちょっと聞きたいことが。2万円以上の領収書はご法度だって課長から聞いてない？すいません、大切なお客様相手の接待だったもので。お客さんって誰？領収書にメモってませんか？書いてない。ほら、吉田産業の常務と坂巻常務。そうです。あの人よく飲むし、あのすごい長っちりで。おかしいわね。同じ日にあんたの先輩の二課の前原君が坂巻常務と銀座で。ほら、あれ、いや、おかしいな。山口君、入社何年？4年です。私何年この仕事やってると思う？あんたみたいに容量の悪いやつ間違いなく出世しない。私が保証する。はい、帰っていい。はい、すいませんでした。女子トイレの前で待ち伏せ。警備呼ぶわよ。そんな意地悪言わないでくださいよ。あの、また少しお借りしたいんですけど、子供が入院しちゃったもんで。そっちの事情興味ない。大きな声出さないでよ。田んぼの真ん中じゃないんだから。お昼まだだろう。どっかその辺で。今どこもいっぱいよ。それに私お弁当持ってきてる。なら喫茶店でも。お見合いはお断りよ。違うわよ。だったら何よこれ。
せ定年間近のおっさんでしょ。この人子供一人だけだし、その子ももう22だから手間かかんない。母さんはどうしても私お子持ちのおっさんとくっつけたいのね。あんただって十分におばさんだよ。分かってるわよ。もうつまらないことで呼び出さないでよ。もうじゃあね。ならええ。お昼付き合えないけど。あんま食べられない。残ったら好きなもの買えば。さあ、毎月あんたからもらってる分あるから。兄さん、母さんにちゃんと渡してる？兄さんの店うまくいってないんでしょ？もうきちんともらってるよ、うん、娘のことより自分の体のこと気をつけなさいよ。もうだね。約束でしょ。借りるときは観音様みたいに拝んでおいて、返すときになるとその態度じゃ今後あんたとの付き合い考え直さないと。分かったんなら態度で示してよ。あさみさん久しぶり。今日はどうしたの？ね、今いい？昼休みおしまいか。昼休み伸ばしたぐらいで誰にも文句言わせないわよ。相変わらずだから。すいません。すいません。ご主人車内でよく見かけるけど。冴えないおっさんになっちゃったでしょ。頭薄くなってお腹出てきて。昔は会社で一番かっこよかったのに。あの時美男美女のカップル誕生って大騒ぎだったもん。年取るのは仕方ないわよ。でもあの人もっとできる人かと思ってた。課長なんでしょ、あさみさんの旦那。まだ代理が取れないの。残業はいるし給料は上がらない。七重さん、ここだけの話、もう選ぶ相手間違えた。もう結婚なんかするんじゃなかったって日に何度も考えちゃったりして。この頃贅沢な悩みよ。七重さんが正解よ。もう一人でいるのが一番。もう稼ぎの悪い亭主、ギャーギャーうるさいだけの子供、最悪よ。そろそろ戻らないと。新井さん助けて。少しでも貸してもらえないかしら。ちょっと3万円の5分引きで2万8500円、はい、助かった。
貸したお金何に使おうがこっちが口出すことじゃないけど、今まで焦げつかせるのはだいたいギャンブルが三度の飯より好きだって人で。いやだな上浜さん、俺ギャンブルなんかやりませんよ。俺大勢でワイワイ飲むのが好きで、おまけに割り勘ってのが大っ嫌い。後輩たちと飲んだら俺がおごるしかないでしょ。お好きに、私は返してくれさえすれば。ほんじゃ心配しないでください、すぐに返します。胡蝶蘭、大鳥蘭、大塩、平八郎蘭。こんばんは。はい、どうも。タイムサービスで安くして。今日あまりいい花残ってませんよ。の時間だった。どうしてんすかね、あの人。何が？いや、あっちの方ですよ。まさか男知らないってことないですよね。自分で確かめろよ。勘弁してよ。一歩くれ。またすか、杉浦さん。まあ男知らないってことはないだろうけど、興味はないだろうね。結局金だけですかね、あの女。何の話？業務課のおつぼね、豚の貯金箱。豚の貯金箱、ひどいこと言うなお前ら。哀れな女ですよ。いや本当ですね。そうでもないんじゃないの。休む？私目立たないんですけど、もう7ヶ月で子供？そうなんです、おめでたなんですよ。それでまだ早いんですけど、まあ先々産休取ってご迷惑をおかけするかもしれないから、まあ前もって早めに上浜さんにお話ししといた方がいいってこうみんなが言うんで。みんなって誰？みんなはみんなですよ。小室さん、あなた今おめでたって言ったわよね。はい。そういうのは自分から言うもんじゃないの。とってもバカっぽく聞こえる。すみません。それにあなためでたいかもしれないけど、私はめでたくないっていうより、あなた哀れんでる。私あなたのこと、子育ての大変さも知らないで男にはらまされて喜んでる愚かな女にしか見えない。上浜さんは祝福してくださらないんですか？みんながお祝いするってなら一口乗るわよ。でもそれはあくまでお付き合いよ。失礼します。
今回関心ね、約束の期日にきちんと返済するなんて。はい、毎度ありがとうございます。足りないわよ。残りは週明けに。ダメよ、倍にして返す。そんなこと頼んでない。土日に確実なレースが。やっぱりそっちね。週明けには必ず。今返して、約束よ。今本当にダメよ、約束よ。他から借りてでも。あなた水筒係なんでしょ。お金なんていくらでも自由に。恐ろしいこと言いますね。そんなことできるわけ。できなきゃどこかでお金作って。当てがない。そんなこと言い訳に何にも。約束よ。今払えるとしたら。払ってよ。やめてちょっとやめてよ。やめて。杉浦の突然の行為は私を激しく戸惑わせた。そして体は正直かつ敏感に反応し、しばらく興奮が静まらなかった。上浜君。もしもし。なに兄さん、珍しいわね、私に電話くれるなんて。え、母さんが。じゃあそれで走ってもらいますか。よろしくお願いします。明日お通夜。今日は仮通夜、明日6時から通夜、明後日10時から告別式。なら電話したのになんですぐ病院の方に来なかった。仕事よ。会社員なんだから兄さんみたいに時間の自由が効かないのよ。母さん死んだんだぞ。ならえ、もう始まる。いや、少し都合してくれないか。早期だ。兄弟折半するって。昨日私自分の分渡したわよ。俺の分が足りなくて。おかしいわね。私はただの年食った OL よ。兄さんレストランのオーナーさんでしょ。それにそんな大した額じゃん。話してなかったけど、ここんとこ不景気で店傾きかけてる。今月に入って従業員も2人辞めてもらった。知らないわよねえ。そりゃそうだ、お前には関係ない。けどななれ、このままじゃ葬式挙げられない。母さんに顔向けできない。おかしな理屈ね。
なら、この通りだ。支払い先に済ましといた。すまん、助かった。これ後でハンコとサインして私に戻して。なんだこれ。借用書よ。この土地を購入できるでしょうか。あっちゃあ、すいません、どうぞ。こちらになります。え、最寄り駅から10分強です。ちょっと遠いわね。バス停がこの先すぐに。バスだと駅まで5分です。土地の形も方角もいいんだけど、住宅街でこれだけ空いてる土地はなかなかないですよ。アパートを新築され経営されるにはドンピシャの物件かと。先立つものがなかなかねこんな高級店の領収書落ちるわけないでしょ。こんな店で食べようなんて10年早いよ。さん、うん、例の計画どうなったの。計画って、ほらいつか話してくれた老後のアパート経営、大家になって左内側で悠々自適の老後を送るってさ。無理無理、あんたに客取られて商売上がったり。私のせいにしないでよ。娘がね、一緒に暮らさないかって言ってくれてんの。まあそれでもしょうがないかなって。娘さんと仲悪いって。まあそういう時もあったけど、でも今になっちゃしょうがないかなと思ってんのよ。子供産んどいてよかったわあんたこそ超高層マンション建てたりして。茂子さん知ってるでしょ、今の利息でやってる限り宿借りみたいな小さな小さな家は精一杯よそうべ繁盛はい、確かに。ではこれ返すわ。またキンキンにお願いしちゃうかもしれないですけど。うん、じゃあ。ありがとうございます。それ大丈夫なの。大丈夫じゃないよ。誰か人が。え、すいません。なんだあの女。
今月の買掛金の集計データです。今月はキャッシュフローに余裕があるな。なるべく早くな。わかりました。督促ですか？さっきうちの課に。そういうわけでは。どういうわけなんですか？周りうろつかれたくなかったら早く返済することね。今でもあの日のことは後悔している。はい、杉浦です。直接返済しようと思いまして。明日会社でお願いします。こんばんは。困るわ、こんなところまで来られちゃう。まとまった金ができたんで一刻も早く上浜さんにお返ししたくて。持ってると使っちゃうんで。大きな声出さないでよ。じゃあいただくわ。おお、すごい豪華なマンションですね。ちょっと見学させてくださいよ。ちょっと杉浦さん、なぜあの時あいつを追い返さなかったのだろう。あ、俺わかるよ。これね、これイタリア製。で、これもイタリア製かな。これはデンマーク製だ。杉浦さん、お金返さないなら帰ってよ。金ならここに。あ、これガーベラでしょ。俺この花好きなんだよ。母がよく飾ってた。ね、花言葉は赤は燃える神秘の愛、ピンクが崇高の愛、黄色が究極の愛。どれが好き？詳しいのね。私は花より団子。ちょっとトイレ。お、すっげえこの風呂。ちょっとねえ、出てよ、帰って。上浜さん、このヒノキ風呂特注でしょ。すごいよ上浜さん。うちのユニットバスっての一回こんな風呂に手足伸ばしてゆっくり入ってみたや。お金確かに受け取りました。借用書返しますから。江山さんって風呂上がりだったんですか？ちょっと通りでいつもと雰囲気違うと。とっても綺麗ですよ。酔っ払ってるでしょ。早く帰って寝た方がさ。江山さんって美人なんだな。よしてよ、早く帰って。それから杉浦は私の客のリストから外れた。今まで通り金は貸すが返済は強要しない。杉浦とはそんな関係になった。ここまでは積水ハウス杉浦純一 B&G と3000万ちょっとらしいよ。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
いいねいいね。一旦財布の紐緩めるとなかなか元に戻んないよ。ケチケチするのも飽きちゃって。病気のせいかね。中古で安かったから思い切って。乗れよ。運転教えてよ。私ペーパードライバーなの。シートベルト。そうだけど、半分私出そうか。
風呂入らないの？今日は疲れちゃった。いい香り、いい匂いよ。やめろよ。こんなのつけなくても習えばいい匂いだよ。確かに。よかったらまたいつでもどうぞ。いや、本当助かったわ。ありがとうね。食事行くでしょ。上にね、おいしいフレンちゃんの。私この後ちょっとね。おごるから心配しないで。新井さん、ちょっと雰囲気変わったわよね。お化粧も前と少し違うし。コンタクトに変えたからじゃない？いや、なんかいいことあったんじゃない？もしかして結婚するとか。そんなバカなことしないわよ。さあ行きましょう。あいつ逆だろ。え？杉浦淳一。それが？あいつ協定だけじゃないよ、酒でもない女にもつぎ込んでんの。後ろ帰ろう。
り大変だった。そっか。あ、メキシカンブッシュセージの香りがする。え、あ、こんなとこに咲いてたんだ。エリちゃんよくわかるな、うん、これね、ドライフラワーにもできるの。かわいいよね。じゃあ45分後ね。45分も入ってたらのぼせちゃうよ。20分後にしよう。どうしたの。ごめん、会社からだ。じゃあまた後でね。うん、先行ってる。あ、これ何。今どこ。また若い連中にたかられちゃってさ、3軒目だよ。静かな店ね。移動中だよ、これから3軒目。どうしたの。今日来れる。どうかな、俺もう相当酔っ払っちゃってる。あ、携帯バッテリー切れ、途中で切れたらごめん。謎が解けた。杉浦がうちの風呂に入りたがらなかったのは、匂いに敏感なあの女のせいだ。私はあの時、どこかの知らない誰かに不幸が起きたんだと思った。その不吉な予兆が杉浦と私への強い警告だったと知るのは、もっと後になってからだった。今度現着しました。持ち逃げですか。3000万ちょっとらしいよ。誰その会計かって。杉浦って知らない。杉浦、協定にはまって。すみません、営業部業務課の上浜奈良さんですね。はい、少しお時間いただけませんかね。じゃあこちらです。
会計課水筒係の杉浦純一さん、ねえ、よくご存知ですよね。いいえ、私は営業部ですし、会計課とはフロアが違いますから、あの人かなってぐらいの面識しか。あれ、社内のね、少なからぬ人間が、あなたと杉浦さんが一緒にいるところを見たって、そう言ってるんですけどね。おそらく誰かと見間違えたんでは。あんたが大勢の社員に闇で金貸してたの分かってんだよ。杉浦だってあんたの客の一人だろ。何の話ですか、客とかなんとか。とぼけんなよ。届け出なしの貸金はな、明らかな違法行為なんだよ。くだくだごたく並べんだったら、あんたそっちで引っ張ってみんなさい。安心な。すみません。ねえ、上山さん。では、あなたは全く杉浦純一さんを知らない。顔がわかるかわからないか程度の面識しかない。そうおっしゃるんですか？はい。私は長年この会社に勤めて、業務課で最年長のフル株になりました。お金が関わる仕事なので、つい慎重になるあまり、同僚や後輩に厳しく意見したり、不正を正したりしてきました。私は他の社員にとってとっても鬱陶しい存在だと思います。ベテランだし、歯に衣着せぬ言い方でみんなと接するから、煙たがり嫌われてる。だからこんな時、あることないこと噂を立てられて、事件の関係者のごとく触れ回る人間が出てきても仕方ない。私の不徳の致すところとしか。しかし私は会計課のその人まるで知らないんです。刑事さん、信じてください。お店です。純ちゃん、ここにいたのよ。どなたか大切な方が来られる予定だったんですか。男、女、ちょっと中でお話しましょうか。どうぞ。すいません、お邪魔します。はははは、上山さん、あなたなかなかの演技屋ですね。昼間の会社での熱演、素晴らしかった。我々も思わず勢いに圧倒されて、聞きたいことの半分も聞けず。上山さん、今の町人はもしかしたら杉浦純一とか。違います。やつとは金の貸し借りだけでなく男女の関係もあったので。ありません。年が離れすぎてますよ。ご用件は何でしょう。はい、社員に貸し付けた記録といいますか、借用書の類を拝見できないかなと思いまして。そんなものありません。第一、人にお金なんか貸したことなんか今まで一度もありませんから。おい、しらばっくれを立てそうはいかねえぞ。家の中探しますか。それには令状がいるんでしょう。上山さん、我々はあなたと喧嘩するつもりありませんよ。杉浦純一の立ち回り先を知りたいだけで。ご存知ありませんか。昼間言いましたように、私知りません。杉浦って人よく知りませんから。弱ったな。杉浦行きつけの店、飲み屋、博打場、女の家、どこでもいいから思い出せる限りあいつの立ち回りそうな場所を言えよ。残念ですがお力になれません。とぼけんな。大きな声を出すな。上山さん、さっきから拝見してるんですけどね、実に豪華な家具を置いてらっしゃいますね。我々貧乏刑事の家とは雲泥の差だ。会社から
よほど給料もらってらっしゃるんでしょうね。私一人ですし、食べるものにも着るものにもあまり関心がなくて、それで家の中に置くものだけは副業の上浜銀行で大儲けしたんだろう。高額の参考のために家の中拝見させていただいても？どうぞ。我々から見たらあれだな、王侯貴族の生活だな。やめてください。おいおい、ゴンド君、いくらなんでもそんなところに誰もいやせんよ。わあ、これはまた豪華な。聞いただろ、大騒ぎよ会社中。ざまあ見ろだ。はい、ガーベラ、俺の好きな花。私も好きよ。お金どうしたの？使っちゃった？いや、まだそっくりある。手つかずならやり直せるわ。自首しろってか、嫌なこった。これからどうするの？俺土日どうしてたと思う？ボート行きたいのも酒飲んで、バカ騒ぎしたいのも我慢して、じっとしてて。どこで？あ？都内某所。女のところ？違うよ、ホテルだよ。もちろん一人で。刑事が来て。ここへ？立ち回り先を知らないかってしつこく聞いてきた。女のところかもしれないって。そんなのいないよ。ね、どうするの？そう、せっつくなって。これからのことはお前とゆっくり相談しようと思ってさ。だったらどうしていの一番にここに来てくれなかったの？あ？金曜日会社からまっすぐここへ。それは俺も来たかったけど、電話しても繋がらなくて。嘘？本当だよ。ホテルで一人でいたなんていうのも嘘でしょ。あ、分かった。女に断られたんでしょ。女にお金盗んだから一緒に逃げようなんて打ち明けたけど、相手にされなかった。図星だ。でも土日2日間も説得するなんて時間かかりすぎか。そうだ、一人じゃないんだ、女何人もいて。ずんちゃん、私何人目？お前俺のことよく分かってないよ。どうせ私はずんちゃんの金づるですから。あ、そうだ、お金ができたなら私はもう用なしね。でも私、あんたなんかいなくたって一人でやっていける。今までだってそうしてきたし。自分ではうまくやってるつもりだろうけど、隙だらけ。杉浦の事件から2週間が経ち、社内でもそれが話題になることは少なくなってきた。こんな領収書通用するわけないでしょ。プライベートの飲み代まで会社が面倒見るわけ？申し訳ありませんでした。引っ込めます。
額が少ないから以後気をつけなさい。いいんですか？よくないわよ。以後気をつける。はい、帰ってよろしい。ありがとうございました。七重さん、またトレーニングやらないんですか？私運動苦手だから、もうお風呂だけで十分。ご自宅のお風呂は？お風呂ね、壊れてんのよ。あなたに感謝しなきゃ、こんな素敵なジム教えてもらって。行ってらっしゃい。あのね、カーネーションいいかも分かんないですね。よかったらどうぞこちらに見てください。はい、奥さん、毎度どうも。今日は、これとこれ、これもいただくわ。うわ、いつもありがとうございます。よかったですよ、初めて気に入っていただいて。おすすめした甲斐がありますよ。一日中ほこりっぽい会社にいると、家に帰ると青色が見たくなるのよ。鉢植えの植物見てると何とも言えず優しい気持ちになるから、不思議よね。それは何よりですよ。いつものように後ほどお届けします。はい、ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。あの杉浦がくすねた3000万手つかずに残ってるような気がするんだよね。岸田茂子の考えがわからなかった。上浜さん、はい。ご近所からちょっと苦情が出てまして。苦情？大したことないんですよ。お宅からちょっと妙な匂いがしてるって。私料理によく香辛料使うから、それかな。気をつけます。あんまり気になさらずに。よいしょ。どうしましょう奥さん、中運んでみましょうか。いえ、ここで結構よ。これなんか重いですよ。ぎっくり腰になっちゃう。運びますよ。いいのよ、ここで自分で運ぶから。でも…いいって言ってるの。しつこくするともうお宅から買いませんよ。申し訳ございませんでした。そんなつもりで言ったわけでは。毎度ありがとうございました。Ha, ha, 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 ha.
チューチューするのはみっともないからやめた方がいい。俺からの最後の忠告。一度ぐらいお風呂に入ってったら、鼻のよく聞く女にも断られたんでしょ。私があんたのこと何も知らないと思ったら大間違いよ。お手手つないで線と言って花が咲いてていい匂いだなんて、鼻の下伸ばしてざまないわよそうか、ガキみたいな真似したのお前か。車に傷つけるなんて50でた女のすることかね。出てけ、もう顔も見たくない。なれ、なんでここの風呂に入らないか言ってやろうか。お前が焼きそば臭いからだよ。俺あんなまずい焼きそば生まれて初めて食ったよ。あれじゃ家畜の餌だよ。あ、そうだ、会社の若い連中がお前のことなんて言ってるか知ってるか。豚の貯金箱だってよいくらでっかい風呂でも豚と一緒に入ったらお湯が溢れて溺れ死んじまう。私は杉浦の車を何とかしなければとそればかり考えていた。私はその時初めて杉浦の死体を一緒に車で運んでくればよかったと気がついた。が手遅れだ。家に戻りまたここまで運転してくる自信はなかった。Thank you.
うちのお風呂に入ってくれた。あんた最近何て言われてるか知ってる？私？どうせろくでもないこと。鬼の上浜からを仏の上浜に変わったんだよ。喜んでいいんだか。なんでかね。なんか顔つきが優しくなった。いつまでもみんなの嫌われ者でいたくないだけよ。刑事来た。え？全然。杉浦淳一のことね、掘り掘り聞いてたよ。私全く関係ない。付き合ってる女大勢いたみたいだけどね。私かいんだよね。あの杉浦がくすねた3000万、まだ手つかずに残ってるような気がするんだよね。会員なんだし、それでいい思いも随分してきた。うちの亭主が女作った時なんて掘り出しちゃったもんね。茂子さんの前じゃ下手な真似しても見破られるってこと？3000万持ってんだろ。まさか。3000万って書いたお札持ってんだろ。知らないとは言わせないよ。私こう見えてしつこいんだから。岸田茂子の考えが分からなかった。私に大勢の顧客を奪われた腹いせをしたいのか、それとも。俺の好きな花。
ちゅちゃん、何か話してよ。聞こえるよ。聞いてるよ。笑えるね、その話。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。引き続き水曜ミステリーナインをお楽しみください。開けないと後悔するよ。上浜さん、茂子さん、どうしてうちが分かったの？ね、今ちょっと散らかってるからここで。へー、おいい家だね。ほんと散らかっちゃった。何臭いね、ここ山の中みたい。それで茂子さん、こんなところまで何の用？用は私じゃないよ、あんたがあるんだろ。いや、私別に。困ってるんだったら相談乗るよ。何の話？あの会計課かくまってんだろ。え？もちろんあんただって危ない橋渡るんだ。ただっていうわけいかないだろう。分け前もらうんだろう。分け前？杉浦がくすねた3000万、その半分の1500万、違うかい？茂子さん、そんな憶測だけで物言われちゃうさ。私は二人から取り分の中から1500万の半分750万ずつもらえば口はわらない、警察にも言わない、墓場まで持っていくよ。私さっきから慎吾さん何言ってるかまるっきり分かんない。何も知らないっていうの？私鉄の延伸計画が進めば駅から5分の好立地です。先物買いされるには最適の場所です。まだ人がいないのがいいわね。恐れ入ります。はい、お待たせします。上手。はい、はい。
すいませんね。ちょっとよろしいですか。どうぞ。あなたと行方不明の杉浦淳一が金銭のつながりではなく男女の関係があったっていうね、まあ有力な証言が出てきたもんですから、またこうやってお邪魔したわけなんですけどね。誰がそんな、私52ですよ。杉浦さんっていう人は40そこそこだって聞いてますけど、以前そちらの刑事さんが鼻で笑われたように、男女の関係になるには年が離れすぎてるんじゃありません？上山さん、もう一度だけ家の中拝見させていただいてもいいですかね。何もなければ我々はすんなり引き上げますんで。そんな。見るぞ。待ってください、ご案内しますから。ちょっと奥も拝見しますね。お風呂今壊れてまして、ずっと使ってなくて。そんなところには何も。純ちゃん、もうどこにも行かなくていいんだよ。大好きなお花と一緒。私とずっと一緒だよ。
お待たせしました。こちらですね。はい。あのね、鉢はね、このタイプのね。もうたくさん買っていただきましたね。おい、芽が出てる。コツがあればぜひご伝授願いたい。コツって言っても特に。ああ、やっぱり肥料ですかしら。肥料、よく聞いておくんだぞ。土地に肥料を十分染み込ませることかしら。肥料はどんな？動物性の油がよく染み込んだものが一番かと。動物性の？私の楽しい老後がここに約束されたのだ。上浜さん、奈良江さん、茂子さん、よくここが。ここにチンガシのアパート建てるんだ。あ、そうだ茂子さん、よかったら入居しません？家賃特別に安くしてあげる。入居するのあんたの先だよ。え？別荘。私ってバカな女ね。初めて恋をした時から女の不幸が始まるのさ。早く教えてくれれば。聞かなかっただろう。
純ちゃん、私のことよく知ってましたよ。自分はうまくやってるつもりでも好きだらけだって。なんでわかったんだろう、あいつ。